皆さんこんにちは。こんにちは。なんとですね、また荷物が届きました。ありがとうございます。ありがとうございます。 NX ハックさん、全部全部あ、スネガード。あー草刈り機の家。あ、すごい、スネガード。ね、この前草刈り機やってて小石飛んできたんですよ、で結構飛んでくるから助かりますね。いいね、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。ポチャポチャっていいですか。うん、いやよかったね。ねえ、あ、ん、マキタの充電バッテリー。白クローバーヒアって何だろう。やっぱり予備バッテリーがいりますよね。これで40分ぐらい連続作業できる。うわー、すごい。ありがとうございます。もっとできるよね。 あともう一個、雑穀の種類をイネ科からマメ科に変える実験。地面から5センチから10センチぐらいの高さで草を刈るとイネ科の育成が抑制されて背の低い草が優勢になる。あ、そういうことですか。イネ科の植物のところに撒けばいいってこと。そうすればあのイネ科育たないでこっちが育つんじゃないか。なんだろう。あ、貝歯だ。あ、貝歯だ。これはイネ科だったんですね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。なあちゃん、はい、俺、はい、誰。NX ハックさん。 NX ハックさん。 NX ハックさん、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、やるか。はい。はい。キュウちゃん、一人で持ってきたの。あ、全然ないから、これで。ナムちゃん、ちょっとこれでやってみて。水分量ちょうど良さそうだな。長年の感覚がすごい。ここが一番安全だからね。ここで待って。どうしてどうして。股の間抜けて。トンネルみたい。ちょっと緩いか。ちょっと緩いかもしれないけど、まあ。いや、緩くね、これ。もうちょっと背中ある？うん、え？背のと同じぐらいだ。ちょっと固めな。固め、この枠だけやってから外してみる。1列この字にこうやってから外すの方がいいような気もするよね。なんか1年やってからやってもずれちゃいそうな気がするから、うん、無理か、壊さずやるの。鬼の傾きみたい。取れた、簡単に取れる。なんで割っちゃうんだよ。いや、まだ割れてないです。まだ割れてないです。うん、これそこ曲げちゃダメだよ。こっちからこう引っ張り抜いた方が良かったのよ。ほら、もうダメだ。あ、すごいすごいすごい。まだ使えるよ。全然使えるよ。よかったよかった。一回仮に並べてみて。並べてみます。うん。
大失敗だ。昨日と今日失敗じゃん。どうすんの？時間置くしか方法ない。ちょっと一回調べてみます。うん、やばいやばい。ダメか。ゆっくり。でこっちから。よいしょ。でちょっとまた混ぜて。やりたいんだけど無理か。先やっちゃいます。開けてやるか。持ちとかこれ。いや、こんなことかとりあえず運は処理してください。ここからそっちまで。大丈夫。うわー痛そう。いいよ、流してて。うわあれ結構開いちゃうの。頑張れ。時間が。外したりしちゃダメだから。
うん。結構粘土質だし、下の方にやっぱ石埋まってますね。肥料もって土です。そうですね、結構粘土質なんですよね。やばい、育たないこれじゃ。まあちょっとくらい粘土質でも大丈夫だと思いますけど、奥の方があんま掘らない方がいいかもしれないですね。何も起きたまだ遊べないの。花になると無理、食べちゃダメだよ。よし、あっちゃん植えて。はい。まだたくさん植えられそうだね。ね。うん。こんなの。こいつ元気だな。パイナップル星人。除虫器。あちゃん花壇の完成だ。完成。ほんとだ。ロビーがここら辺を踏んじゃったからやり直してしたらまたついてる。あいいアクセントね。あ消えないよこれ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。